コナンワンチャン来ないし、レン出場取り消してるし、みんな病んでるしみたいな。レオと、ヒイラギと、コナンだったんですけども、ヒイラギを落として家康を奪って入って大動きします。勝てそう。お疲れ様です。今日は何の日ですか？今日はネクストモンスターズの日です。はい。質問ですね。はい。で、まあ、僕、ね、はい。幹部会議に行ってきたと思うんですけど、ちょっとやばいことがいくつか判明しました。コナンワンチャン来ないし、レン出場取り消してるし、みんな病んでるしみたいな。徳川は逆に頑張るんやって。あいつの場合多分女の子調子良かったと思うんですよ。で多分本に予定を立ててたっぽいんですよ。ライオンにしてだから実際そうやったけど、やっぱりいかんかったで、頑張ろうってしてたけどいかんかったからダメだもんじゃないですか。コナンさん特急ジュルミドクブーチですよ。僕は一応ライン入れてるんですけど、コナンも出勤してないんですか？ずっとコナンも来ないです。指名日明けの初回でだけ来て、そこから来てました。モンスターは出るメクモンスター一応出る。今日出るのか、もしかしたらいないです。タピさん、おはようございます。おはようございます。よろしい。本当に動けなかった。コナンってどうなの？コナンとかですか？1位だったと思う。コナンが2000ちゃんとやってたら、はい、2000の電話したら出てきてないんでしょ。はい、で、レンも来てないんでしょ。はい、でレンの代わりにやるんですよ。もう来てない。来てないですね。シャーズと来てないですよ。出勤してないのか。なんで？レングレです。あ、すぐ報告してないの。あ、じゃ出場者の家康だけ。レオと、ヒイラギと、コナンだったんですけども、ヒイラギ落として家康がパッと入って、あいつがめっちゃ頑張っていた。逆にね、そんなすごいね。あ、そういうことか。イベント組以外と。了解です。メンタルとか日常の遊びが理由で休んだり調子崩す人間増えだしてる。ポストって売れれば売れるほど選択肢増えてさ、売れれば売れるほど立派になると思うんじゃ、誘惑と戦って負けちゃう人って多いから、やっぱまずそこから気をつけてほしいかなって思うんだよね。勘違いしないでほしいのは、売れる前のあなたたちがしてくれたことに価値感じて女の子がお金使ってるわけで、売れてる時の絶好調な自分のテンションを女の子に押し付けるのやめてほしいんだよ。そこの勘違いしてる子はやっぱ見事に勤怠悪くなってくるんだよね。個人の自由とか関係ない。こちらは教育者だから本人の数字、成功、ただそれだけを考えて会話して OK。 はい、はい、いや嬉しい、審査成長イエイ。結構ガチで、でもちゃんとガチ語りした方がいいと思う。もうナチュラルに本気で。個室ってないですか？はい、個室ないですか？てかまず店人本当にやばいっすよね。てか全体的に店でオラってやってるじゃないですか、やってきたじゃないですか、ちょっとしばらくがもう意味ない次元になってきてて、やるタイミングはもちろん大事だしわかるんですけど、俺多分もうあれ意味ないと思ってるから、この前なんか一回緩くした方がいいよみたいな言ったのが、緩くするっていうか、そのオラって怒るんじゃなくて、決意はするし言うんですけど、怒るっていうよりはどう最近みたいな、そういうぐらいのスタンスで、やってなかったらちゃんとやりなみたいなスタンス、一回人増やすフェーズです、多分。役職とか下の子から上がってるのが、執行部なんも、いいが強すぎるみたいな。ああ、本当にそれめっちゃ思うっす。言うは、言われない理由は、売れてるからです。売れるからだからってだけです。で、執行部がちょっと、言い方きついんですよね。変なパワーと、いや、悪い意味で、立場はあるけど、偉いわけじゃないよっていう。関係性ってどこまで行ってもウィンウィンでいるっていう感覚なんですよ。だから怒るときは怒るし、言わなきゃいけないことはバスッと言うけど、それ以外は基本的に強く言うことってないっすよね。俺もないっす、マジで。ちょっと力で話そうかなとか思ってるんですけど、放送できない休日に話がありましたね。放送できませんでした、すいませんでした。でもめちゃめちゃいいことです。ただいま、家康。どうにかなるか。
難しいよな、ホストだ。難しい。ホストだもんな。お疲れ様です。お疲れ様です。どんな感じですか、今。大受けします。でも急遽ですもんね、かなり。急遽参戦です。かなりの急遽ですよね。期待の星みたいな感じに今なっちゃってる。まあ、やることやるだけですね。頑張ってください。やっぱそんなもんなんやな。レーザーの意味は代表として大丈夫そう。大丈夫そう。イベントの申し子じゃないですか、レーザーって。ユグドラシルにおけるイベント最強。俺だったら一人で走り回って、一人で暴れて、一人で俺のマイクだけがずっと流れてる。なるほど。あ、おはようございます。囲まれてる、囲まれてる、囲まれてる。やばい、メンバーがプラス1個欲しいです。いいですか。あ、来てる、来てる、すごい。ピンで一緒に撮ろう。じゃあピン、ピンめっちゃやるんだけど。いいですか、いただいて。いただきます。ごめんごめんごめん。ホールみたい。ほんとに一緒に空中散歩していただきます。やった。逆に空中歩ける。俺見たことないんだけどね。おはよう。久々やな。大阪がね、久々だから。入れたの？えらい。勝てそう？だからあれだね、まあ、今回仕方ないけどさ、まだだって何ヶ月目？でしょ？普通無理だもんね。頑張った方だよね。そう、あれじゃない、経験的にはいい経験だよね、マジで。積み重ねて、なんならちゃんと出たこともそうだし、なんだかんだこうやってもらえてるもそうだから、今多分筋肉みたいなんでしょ、頭の中多分。いや、もう今マジでやばいでしょ。あ、だからいいと思うよ、今は平気。あ、いいよ。多分ノリと勢いというか気合いで上げていって、後々立場作ってって、教育までできるようになってやっていければ、多分めちゃめちゃいいと思うよ。で、いけると思う。てか、ちょっと腕を育てるって決めたんだよね、今日俺。育ってほしいよね。1000万アベまでとりあえず1個。何？いや、何もない。こっちはどんぐらい自信あったの？いや、なんか、多分勝ったろうなって思ってます。ただ、本当は僕はこの感じなら、その僕の予定通りのちゃんとしたメンバー全員出て、全員が1番が良かったなと思ってます。 1,2,3 全部取れるだろうなと思ってたんで、まあでも特にレオとかにはすごいいい経験だったかなと思ってるんで、家康はもう1番取ってもらって、レオはいい経験になって、このままレオは年間1億とか来年目指せるような子にできるかなって思ってるんで、いい経験ではあると思います。やっぱり反抗してんのね。どういう見方してんの。あ、はい、もう見てます、見てます。了解です。コナンさんとレンさんはどうですか。コナンさんとレンさんは、じゃあ今日します、飯うまって。あいつら仲良しにしよう。お前ら二人サボったなっつって、3人でよく行こうっつって。家康殿に昇格おめでとうをモンスターにわざわざ決め、ありがとうございます。シャマオモレスさん、3、2、1、ありがとうございます。ありがとう。イエーイ。イベントの日にね、来てくださり、ありがとうございます。まあ去年僕ネクモンの舞台で、あの普通にこう今立ってる方みたいな感じでコールした側やったんですけど、こうやって絶対にまあ1,2,3 にはね入ってるんだっていう気持ちで、この1年間ちょうど走り切ってきて、こうやってね最後やってくれて、ほんまにお姫には、感謝します。ホワイト最高優勝。イエーイ。はいはい、本日まだまだ頑張りたいと思ってるんで、最後までついてきてください。よいしょ。いいよ、スリー。いいよ、スリー。よし。はい、頑張ります。
いただきます。イエーイナイス。はい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 。ネクストモーサム大阪支部ナンバーワン徳川家康、おめでとうございます。イエーイ。こういう時もどんな時も俺らが絶対一番のとこを傷つけてくれてありがとうございます。1位のバトンをつなげてくれてありがとう。俺が1位を受け継ぎます。よいしょ。生おめでとうございます。ですけど僕もね、ホスト初めて1年目ネクストモンスターズでナンバーワン取ってからのミガドレーンになっていったんですけど、まあ、改めてね、本当にやっぱり僕の店のね徳川がしっかりナンバーワン取ってくれたことが本当に嬉しいですし、やっぱりここからがねホストの始まりだと思うので、ぜひこのね姫が繋いできてくれたこのナンバーワンを俺は無駄にしてほしくないなって思うし、これがスタートと思ってより上を目指してほしいなって本気で思ってます。僕のお店がナンバーワンっていうのね、ずっと取ってきてるんで、すべてのイベントこのままね繋いでってもらえたらなって思ってるんで、はい、頑張ってます。よいしょ。ホスト今年で3年目なんですけど、何かの一番になったことなくて、今回が初めての一番です。ありがとうございます。7ヶ月無断欠勤です。やばすぎ、もういないそれ。まあして、はい、今年の1月から復帰したんですけど、その時にミオさんに家康になりますって言ってから、お姫が来てくれて、こうやってネクモンで1も取れて、ちゃんと出勤したらもっとできたなっていう。考えない。はい、何かめっちゃ考えてたんですけど言うことなくて、もう言うことないですけど、なんやろな、行くぞ最高。よいしょー。イエーイ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 。いやー、もう一回やったね。スタートにしては、まあでも頑張れば1枚取れるんじゃない。頑張れば取れたね。普通に目指せばこれでいいやって思えればこれだし、懐かしいわ。リアルにでも毎月1000万プラスで2000万3000万でこういう日に上げるようになれればいいわけだから、そしたら勝てるじゃん。全て力が全ての世界ではあるから、自分が今勝てないって思わなければだと思うよ。久々になんか思い出して、俺も感覚なんか、俺もさ負けてきたし、でもこういう時になんか思い出してたから楽しいね、ホストって。改めてだけど頑張れ。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか今日のイベントは。いや、まあ、もちろんなんか元々の予定とは全然違ったと思うんですけど、その中ではまあ頑張った方だと思う。頑張ったし、僕のお店がちゃんと一番だったことが改めて嬉しいなと思います。ただまだまだレベルはもっと目指すべきだなっていうのは俺は正直な感想かな。褒めれるし、こちらもちろん今日はおめでとうなんだけど、もっと上行きたいねって思います。僕のお店がナンバーワンだったので、僕も年間ナンバーワン取りたいなって思います。バイバイ。いや、ちょっとあれですね、プレッシャーに負けてしまったですね。初めてのイベントっていうことで、守りに入らずちゃんと攻めたわけじゃん、はい、ちゃんとそこ攻めたの俺は別に悪くないと思ってて、勝ちたいのは君だけじゃないのよ。まあ逃げねえって最高の信頼だから、うん。